ようこそ皇室ジャパンへ。冬のファッションにおけるシックな色使いに注目しましょう。特に皇后雅子さまのブラウンを基調とした装いは、洗練された柔らかさを併せ持ち見事です。グラデーションの利用や小物の選び方には統一感のある着こなしの秘訣が隠されています。ぜひ最後までご覧ください。1993年1月31日、雅子さまが東宮仮御所へ向かう際、お住まいの前でその上品な装いを目にしました。愛用されていたスタンドカラーのキャメル色コートは、温かみと優雅さを感じさせます。雅子さまはこのコートに整ったネイビーの靴を合わせ、首元の花柄スカーフで華やかさを加えていらっしゃいました。コートに調和するブラウンのバッグも選び、柔らかな印象を醸し出すコーディネートでした。2001年12月8日、愛子さまのご誕生後1週間で、雅子さまが宮内庁病院を退院された際、白とブラウンのファッションで目を引きました。純白のセットアップを選ばれ、愛子さまのおくるみと調和する清楚な印象を与えていらっしゃいました。パールのイヤリングやネックレスで幸福感を演出し、足元には品のあるブラウンのエナメルパンプスを。このツヤ感のあるパンプスが落ち着いた色合いの中でも際立っていました。白とブラウンの優しい色合わせが雅子さまの優雅さを引き立てていました。2002年12月11日、約8年ぶりの海外公務でニュージーランドへご出発された雅子さまは、ブラウンのファーが印象的なコートを選ばれました。襟と袖口にファーを配したネイビーのロングコートは、フォーマルな印象とともに高貴な女性らしさを演出していらっしゃいます。ボリューム感のあるファーと調和するよう、シンプルで洗練されたバッグを持たれ、パールのアクセサリーでさらなる上品さを加えていらっしゃいました。2006年3月13日、ご一家が初めてディズニーリゾートを訪れた際の貴重な一枚です。雅子さまは星柄のキルティングが特徴的なダウンコートをお召しになり、遊び心ある装いを見せていらっしゃいました。ブラウンのパンツと黒のブーツでスタイリッシュにまとめ、白のタートルネックにキャメル色のジャケットを重ねたグラデーションコーディネートが印象的です。カジュアルながらもジャケットの襟をちらりと見せることで上品さも演出していらっしゃいました。2008年1月26日、陛下と雅子さまが長野県の冬季国体開会式にご出席された際、雅子さまはオフホワイトのロングコートにブラウン系小物を合わせた洗練されたコーディネートで目を引きました。エレガントなコートは立ち襟デザインでクールな印象を加えています。同色の帽子でスタイルアップを図り、ロングでビッグシルエットなコートに対してタイトなブラウンのブーツでメリハリをつけていらっしゃいます。バッグや手袋もブラウンで統一し、
黒ではない選択が柔らかさと印象のバランスを完璧に保っています。2013年3月26日長野旅行で、雅子さまはご家族と共にハイネックのトップスをお召しになり、特に印象的だったのがツートーンのコーディネートでした。雅子さまは白のピーコートとハイネックで上半身を明るくまとめ、ブラウンのパンツとブーツでスタイリッシュに引き締めていらっしゃいました。顔周りの白い装いが清潔感を与える一方で、センタープレス入りのブラウンパンツと同色のブーツが足を長く見せ、洗練されたバランスの良いスタイルを完成させていました。美しいご一家の姿はいつ見ても心を和ませてくれます。皇后さまの洗練されたセンスにより、家族全員のコーディネートが常に完璧で、愛子さまも素晴らしい女性へと成長されている様子は、私たちにとっても大変楽しみです。ご一家の皆様からはいつも元気と感謝の気持ちをいただいております。この写真から伝わる家族の温かな雰囲気は、昔から変わらぬものですね。写真に写る陛下の優しい表情が印象的です。その自然な威厳は他者への気遣いと温かな眼差しから生まれています。両陛下は愛子さまを知的で明朗な方として育て上げられました。愛子さまは見事に成長されたと感じられます。天皇皇后両陛下のお手本を見て育ち、国民からも深く慕われる存在となられました。改正が行われれば、次期天皇として堂々たる風格をお持ちの方とお見受けします。愛子さまが天皇皇后両陛下の思いやりの心を受け継いでいらっしゃることは、私たち国民にとっても感動的です。国民一人一人の願いとして、今年こそは内親王殿下の立体嗣の実現を目指しましょう。愛子さまが成人皇族として新たな一歩を踏み出され、その安定した家庭が心の平穏につながっていることを垣間見ることができ、大変心強く感じております。皇后さま特有の品格と優雅さがあふれるお姿にはいつも感動しております。また天皇陛下ご一家の和やかな雰囲気に包まれた光景や雅子さまの公務でのご活躍は、私たちにとって大きな喜びです。雅子さまのご健康を心よりお祈りし、皇室の皆様が末永くお幸せに過ごされますよう願っております。いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対していいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それではまた会いましょう。